どうも、鮭を取ったことない鮭トリックマグロ鮭ということで、本日はですね、先週の金曜日に行われたスマホゲーム祭りの人狼の振り返りをしようと思っております。まだ見てない方はね、こちらに多分出てるかな、こちらクリックしてみてください。こちら PC の方しかクリックできないですけども、携帯スマホで見てる方は動画の説明概要欄からチェックしてみてください。で、まあ振り返っていくわけなんですけども、まずね、本番を開始する前にこちら、なんと瀬戸康史さんと、番組がね、その1個前のね、自分が出演する1個前の番組が早めに終わったので、なんと瀬戸康史さんとちょっとお話しすることができて、もうね、まあ俺のツイッターとかね、ニコニコ生放送でちょいちょい言ってるんですけども、まあ私実は結構大の瀬戸康史さんファンで、もう動画は全部見てます、まさかね、写真撮れるとは思ってなくて、写真撮る際もここ光が逆光だからって、もうね、なんかいつも瀬戸さんらしくて、動きもね、なんかもう画面から出てきたような、まあそう言っちゃそうなんだけど、もうリアルな瀬戸さんっぽいもう動きで、なんかね、超感動してた瀬戸さん本当にいい人だった。うん。で、実際にね、本番が始まって1試合目ですよ。まあ恐ろしい夜明け、朝来ました。まあ最初ね、ゲームは、マックンと自分が、まあ研究者の2人が見事に人狼、ダブル人狼で、もう結構ゴリ押しにもかかわらず、見事に勝ってしまうというまあそんな感じでね、結構ご了承で1試合目は勝ったんですけど、2試合目は、まあ、自分とね、マックンが市民側にもかかわらず、もうね、マックンが俺のことをね、まあ、お互い経験者だからこそ、経験者のシャケクマはこんなこと言わないだろうっていう裏を書いてしまうという、じゃ逆に俺は初心者もいるからこう気をつけてねっていう意味も、兼ねてやったのに、マックンはそのちょっとね、人狼の時は息があったはずなのにこう俺の意思をうまく汲み取ってくれずにね、一番最初にね、処刑してしまうという、見事に人狼側が勝ってしまったという、ちょっと、ね、非常に残念な試合運びだったんですけども、そして3試合目は、私が多重で語りすぎて、人狼側も俺が本当の占い師だと思って最後噛んでしまうという、しかもあの局面は偽物と本物しか残ってないで分かってる局面なんで、6人の状態で1人噛んでしまえば残り5人、5人の状態で、本当の占い師、偽物占い師、多重、まあ、何かしらの市民側で、人狼なんでっていう風に残るのが分かるはずなんで、2分1で本当の占い師を神に行くよりは、この3対2、多重も合わせて人狼側が3対2になるんで、投票の時にパワープレイ3票合わせられるんで、そうすれば絶対勝てるという局面だったのに、まあ、それをね、俺がね、言っとけばよかったんだよね、本当はね、1個前の夜に。ちょっとね、そこはね、しくじりましたね。まあ、そんな感じの人狼でしょうね。で、最後終わった後にみんなで集合写真、みんなでね、ガオっていうポーズをやったりとかね、しております。で、その後ね、初めて共演させていただいたマスオさんと一緒にね、ガオって、もうマスオさんのガオっていうのはすごい気合入ってる。俺はもっとガオってやればよかった。マスオさんとね、初対面だったんですけども、すぐね、気兼ねなく喋れるようになったし、しかも初見プレイとは思えない、すごい上達っぷりで、多分今回参加された初心者の方では一番、すごく上手くなる可能性を持ってるのかなって、個人的には勝手に思いました。と、そして、マミルトンさんともね、撮っていただきました。めっちゃ嬉しかった。初めてね、共演させていただいて、本当に非常に優しい方でね、楽しませてね、いただきました。本当にいい人でした。そんな感じでね、人狼終わったんですけども、またね、なかなかこう、大人数で集まるのはね、これ、さりげなくこう人狼 T シャツなんだけどね。人狼 T シャツ。なかなか大人数で集まって人狼やるってのは大変なんだけども、また機会があればみんなでね、人狼やれたらなと思いました。まだ見てない方はね、ぜひぜひ見てください。ということでね、今回の、ということでね、ここまで見ていただいてありがとう。おつくまきり、たまらんな。動画を見てくれてありがとう。PC の方は画面のこちらをクリックして、チャンネル登録してください。スマートフォンの方は登録ボタンか、動画説明文の中にあるリンクをクリック。これからも、さげくまチャンネルをよろしく。たまらんな。